はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ。えー、2023年明けましておめでとうございます。ねお元気ですかあそうよかった。ね柴崎も新年元気に過ごしてます。さて、今日はね、新年第1回目の動画としてね、柴崎ね、 あなたと一緒にお絵描きしたくて、今回のテーマはね、こちらです。はい。どうぞ。ねえ、鉛筆です。鉛筆、お部屋にありますかあ,あよかった。じゃあそれで、今日は柴崎とね、一緒にお絵描きしましょう。はい。何を描くかをね、 えー、書きながらお話したしたいと思いますね。はい。では、また書き終わったら、あなたとお会いしましょう。はい。ね。やってみましょうね。えー、今日使う道具は、この鉛筆ですね。そして、消しゴムです。まあ、練りゴムなんですけどね。あと、柔らかな紙。まあ、ティッシュペーパーでいいですね。さあ、それでは。 描いてみましょうはいまず鉛筆を優しく持ってこの辺に描きますねまずこんな風に縦の線を引きましょうそしてそれを中心とする細長い楕円を描きますぐるぐるぐるーっという感じですねこの楕円の上に横向きの楕円をここに載せますぐる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  という感じです、ね、今度はこういうね斜めの細長い楕円を2つ描きますはいねえそしてこのここにもね細長い楕円を描きますよそして下の方に円を2つ重ねて描きますはいあと下をまっすぐな線を引きます さあ、これで書き上げですね。では、鉛筆を使ってね、あ、ここに丸をもうさつ描こうね。はいはい。で、鉛筆でね、塗りますよ。ここら辺に塗ります。ずっと。これね、実はわけがあって、こちらから光が来たという設定で書いてますので、向かって左側がこのように鉛筆で塗っていきます。はい。 ねえ何書いてっかわかったそう今年の干支のうさぎさんですねはいさあそうしたら柔らかな紙を取り出してこれでね今塗ったとこをちょっとこすります優しくこすりましょうねそーっとこすりますはいさあいいかなでは もう一度鉛筆を手に持って今こすったところをねまたこう塗っていきます。だけど今度はね塗るとこが少し決まってきます。どこを塗るというか言うとね例えばこんなところですね。こんなところほらこんなふうにこんなふうに塗るんですね。はい はいそうしたら今度はまたここを強めにこう塗りますだからここ塗らないってことはねこんな風にですね最初塗ってもうあとは塗らないとことを改めて塗り込むところが分かれてきますはい今度はこの円のところをね向かって左側の円のところを塗っていきます実はここねうさぎさんの足なんだけどね はい、そして足先をこのように描きますどうかなうさぎさんに見えてきたかしらはいさあではねえ頭の上を少し平らにしてここをちょっと斜めにしてここに花がつくんですね。では耳の形も整えましょう。 こんな風にです。よいしょ。ほら、さ木さんの耳ですよ。では、鼻を描きましょう。ここですよ。まず、縦の線を引いて、そして、ね、ローマ字の Y の字を、Y って字を書くようなつもりで、こう塗ると、口と鼻ができてきます。ね、うん。 ここほっぺんところですね。はい。どうかなうさぎさんが立体的に見えてきたかしらはい。こんな具合ですね。立体的に見えてきたところで少し毛の感じも描こうかな。こう今度はどこどこねこんなふうに強く塗るとこと塗らないとこを作ります。これでね毛のモコモコ感出てくるんですね。 横の鉛筆を持ち替えて、ね、鉛筆の先を使って毛の感じとかそして目ですねはい白く残してから周りをうんと暗くなっちゃいますよいきますほらねえうさぎさんの目がバッチリと開きましたはいさあねえまた の先,先でねこう毛の感じを少しずつ描いてあげましょうほらウサギさんがね元気よくぴょんぴょんと歩きそうですねこんな練りゴムで消しゴムでねここねこうやって消すようにして毛のふわふわ感を描きますはい同じようにね この消しゴムを白い鉛筆だと思って明るい毛のふわふわ感を描きましたよはい、出来上がりですでは、うさぎさんができたところでねちょっとしばさきね今日は色を少し塗ってみようと思いますので参考に見ててくださいね今日の塗り方はいつもの水彩画と違って色を薄く解いて 下地の鉛筆画がね溶けないように注意しながらねゆっくりと色を重ねる描き方ですはいあ少しずつ少しずつ色がのってきましたね最初に描いた鉛筆が溶けないように注意して塗っていきますはいねちょっとこう色入ると楽しそうでしょううさぎさんのお目目のお目目の周りのね 白い毛の部分は残してますよ。その他を塗っていきます。特にほっぺのあたりとか耳のあたりね、こう赤く塗ってあげると元気そうですね。うん。ほら。ねえ、うさぎさんがぴょんぴょん跳ねそうですね。はい。ではうさぎさんが大体いいできてきたかな。元気よくなったでしょほら、ほっぺ赤くです。 こんな感じかな。元気？元気？ね。ではね。ついでにちょっと周りも描いてみよう。こんな感じです。はい。ね、うさぎさんお友達がね。もう春になったから遊ぼうよ。って遊びましょう。って来てますよ。はい。ではうさぎさんね。目を描いてお口も描いて。はい、お友達です。 はね、春だからね。うん、もううさぎさんも楽しくてしょうがないという感じです。ね、暖かい日差しの下で。ね、今日もうさぎさん幸せにここにいますね。さあ、お花も描きました。春ですよ。はい、出来上がりです。はいねえ。駆き上がりました。どうでしたか？一緒に描いてみました。 ねえ、今年の江戸のギさ,さんでしたね。はい。ええー、まあ、比較的ね、ね簡単な大円から始まりましたよ。えー、今年もね、あなたがこのギさ,さんのようにね、元気よく、え一年お過ごしになること柴崎も心から願っています。はい。さあ、ということで、 ね長い時間見てくれて本当にありがとう。また次回ね、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。ねそれまでどうかお元気にね、お過ごしください。はい。はい。それではまたね、ありがとう。バイバイ。